はぁどうでもよかスペックさ半端ねえし、向こうもポット2発分のジャッジメント抱えてる状態を南国物語の通常時から追いかけ始める。わからないよ。でも奇数だろうな。でもこう設定の奇数やっぱ5だと思うな。6ではね正直もうないと思う。6は厳しいと思う。4回今、レギュラー引いて、で示唆が1回も出てないので、で6とかだともう 75% とかで次のね気象モードに上がっていくわけですから、まあ、仮にねたまたまその示唆を、引けてなくて、で天井クリアにも嫌われてるっていう可能性のみ残ってますけど、今この状況から察するにもう設定3か5。はいや、これ初当たりモード D いるだろ多分 D。 はいや、何これ。54、50、57ゲーム、この5回目で追加投資なし。なんだ早っもしかしたら本当に初当たり D も、75% も持ってきて、でコンセプトだから500でも当たると。今も全然ハマってない状態なんですけど、跳ねちゃった感じだよね。あら、あれ、じゃあ終わりじゃないこの戦みたいな。しさ出ねえ。これ怖え。まだ飛翔 A にいる可能性残ってるな。どうなってるこれ。ちょっと。ギリギリ間に合った、頼む。 20% か。まだスイカの分が残ってる。あっ、当たらん。32ゲームだ。32ゲーム以内だから当たらん。どうなってんだこれ。最後から42、99、43、124、57、全然ハマってない。初当たりモード D をずっとループってたとしても引き強い。あっ、ブラサン、これ多分初当たりモード D ループ切ってますね。これ多分おそらくもう1、2、3、4、5、ここループってるところ、多分 75% のループ率を持つ初当たりモード D をおそらくループってると思われる。よし、さあ6回目のトーナメント。あ、ようやく出た三日月。これはやっぱ奇数ですね。だいぶ序盤 A でループってたんだろうな。まあ三日月もうあの C の可能性あるんですけど、ほぼ1対1ぐらいなんで。ここで決めときたい。よし、自力だ。まだ天井まで到達してないんで自力で入れました。OKOKOK。 よし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 、動画が始まった。これで8割。こっから勝負っすね。
よし、ここから8割ループや。参りやす。うまい。いいよ、外れてたよ。外れてたけどいいよ。これマジないよ。全然無理だぞ、一発抜けとかは。はい、ここまであったりいいな。うわ、怖え。最初、ポップです。うわー、ビッカクのプレミアムテント。よっしゃ、30年。危ねえ。いけ、120、100回に1回。よし、あーしゃ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 。先に言っときますけど、ここにネッシーが出たら90%。ここにね、90%。それを目指しています。早いあたりがバシバシ来始めたら、あーもしかしたらあるぞっていう。はいはいはい。右から狙って。あーレグラス。出る下としては、ここが光る。下の南国物語のこのハイビスカル、ここが光る。あと流星群、どっちか出れば32ゲーム以内に天井がありますよ。背景は変わったとか。あーマジか。一応リプレイ出るまでは分かりませんけど。おい、やったことじゃない。落ちたんじゃねえか。あー3枚ベル、2回目3枚ベルはね、3枚ベルでポッされるやつはビッグなんで。あーいない。はぁ、4連4連ですけど、初当たりほど D をほぼループってたと思われるので、これはもう行きます。で、この超ときめき抜けた後、76ゲームまでに当てれば 50% でビッグ。全部犬だった。やばいな、犬6匹
何この感じ。これで外す話だよ。これで平均の300だもんね。まあまあ、ここはよし。あと2ゲーム。ソロンじゃないこれ。どう？ハーデス3本、はい、おっとシェリーか、今年の220の天井かどっちかだと思いました。オッケー、ちょっと後で確認してみましょう。はい、示唆はなし。なしで、ここちょっとあれ見ます。さっきのあたりがチェリーかどうか。どうすっかな。悪くはないと思うんですけど、ちょっと初当たりボール D をおそらく抜けてしまってるっていうのと、まあ6じゃなくて、あ、どっちかというと奇数に寄ってるっていうのがまあ怖いところですよね。見てくださいよ、あれ下皿に1枚これあと何個目ですか。あと何個、え、あと2個もう、これ眠くなっちゃった。あ、もういいよ、休憩スペース寝てていいよ寝てていいよじゃねえよ。もうちょい南国を打ってみるか。高設定っぽいのは間違いないからな。ぶっちゃこいて負けるよりはね、全然あれだと思うんだ。まあ、あっ今紫でしたね。おや C 以上、まだまだいるか。引けてないだけか、もしかして。まだ D にいる可能性あるな。さっきのこれで今 C か D にどっちかにはいるんで、よし、これで3、次が3で、ここから、あ、3枚目、あ、まあリプレイか、リプレイま で次のリプレイってことで告知すればおそらく D だったと。あー、 C だ。 C ってことは1回落ちてるんだ多分。なるほど、C か SP 名古屋かのどっちか。多分今オプレプラスリプレイ出てないんで、さすがに C だと思いますね。はい、よいしょ、久しぶりの418ゲーム、すごい。どい、レギュラーでござる。総投手が1
まいましたね。何度も何度も確認しますが、奇数です。おそらく。あー、誰、今日8ゲーム以内にチェリーだろスイカだろは引けてるんですけどね、いかんせんそれが当たらないんだな。なし。30ゲームを抜けて、ただ、さっきの初当たり物は C だったので、ここはもう E に上がってるか C にいるかしか、どっちかしかないので、ここは少なくとも追った方がいい。そうなると今度3つレギュラー引いてると、抜けた時にじゃあどうするの。あー、 D にいたってことか。引けなかっただけってことかい。よっと、レギュラー334、総投資は23000。そうか、なるほど。じゃあ大体分かってきたね。もう引きが死んでるってことか。もういわゆるもうメンタルに持ってかれて、もう引きも枯れ果ててると。これこうだ。ここでじゃあ一回刺してスカンと目覚めるような連チャンかまさないと、もうあとはズル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 負けてくだけってことだわ。これは危ねえな。どうなんだろう。一応持ってるとは言われちゃうわなし。ああ。いつもの32ゲーム目でリプレイ。はあ、どうするかなこれ。さあ、多少ですね、ご飯を食べながらちょっと頭の中を整理してきました。吹っ切れました。はい、しょうがない。もう今回のもう罰はね、しょうがない。もう三ペケはもうね諦めた。だからもうこれはね、名前をね、ある程度少しでも上にしといて、最終戦、もうビリを避ける戦いしかない。あ、もう万が一ね、あの順位が大きく変動した時、1位僕、2位ウイツさん、3位ミナセさん、4位梅谷さんってなった時に、ようやく分かんなくなるわけですよね。え、ちょっと待てよ。そうなれば綺麗に並ぶってことですよね。ですよね。では3枚勝負になるから、そうなった時のために1枚でも多く、持って帰ろうと思います。なので、挙動は悪くない。それでいて今三段のこの南国物語ですけども、しっかり天国飛ばすまで打とう。
これ、エース前のやばい、今からと50。
そうだろうと。マガジンジャンバリ関東版が創刊されました。皆さんもご覧になっていただけましたか。ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する楽しめる情報をこれからも発信していきます。ぜひお近くのホールでゲットしちゃってくださいね。